の変わった建物と元凶の盆景？とにかくあの変な出来事、このこと幻遊野郎に教えた方がいいよな。返事はない。おかしいな。なんで返事してくれないんだ。幻遊野郎のやつまたぼーっとしちゃってるのか。それとも演奏してる間は爆弾を持ち歩いてないのか。あ、もしかすると酔っ払って木の下で居眠りしてたりして。おかしいぞ。でも仕方ない。また明日連絡してみようぜ。旅人、それにパイもここにいましたか。モナだ、フィッシュルとの話は終わったか。まあ一応は。彼女はちょっと憂鬱なんです。多分今日見た元凶のせいかもしれません。フィッシュルは今回の旅に積極的です。でも自分の元凶を見たくないんじゃないかなと思いますよ。なんで？あいつこういうことに憧れてるんじゃないのか？まだ結論は出せませんが、とにかく気にかけておきます。私が言いたかったのは別のことです。先ほど海辺でもう一度ここを占ってみました。水裏のバーは今回も濁っていましたが、前回と違って何らかの力を感じられました。位置までは分かりませんが、だんだん変化してきているような感じがします。見えないのにどうやって感じるんだよ。素人にどう説明すれば。あ、例えば部屋のどこかに隙間が空いていたとしましょう。位置は分かりませんが、風がそこから入ってくるんです。すると部屋の温度もどんどん下がっていくでしょう。おお、そう言われるとなんとなく分かった気がするぞ。その亀裂がどこにあるのか探したいんだな。そうですね。これからの方針を決めるには、まずその亀裂を見つけないといけません。まさかこんなに綺麗な土地でこのような不思議を解決することになるとは思いませんでした。悪くありません。もし力になってくれるならなおいいですが。何をすればいいんだ？特にないんじゃないですか？おいらたちをなめてるのか？いえ、ただ先ほど気づいたんです。あなたは口数の多い方ではありませんが、いつも物事を完璧にこなし、みんなのためにいろいろと動いてくれる。あなたのような人はみんなに一番必要な仲間です。あなたがいれば心強いので。勝手に期待されるのはプレッシャーかもしれませんが、私は占星術師は観察力を持つべきだと思っています。他の人の長所を発見するのも観察の一つなんです。つまりオイラたちを褒めたいだけってことか？事実を述べただけで褒めてはいません。褒めたんだろ、素直に認めろよ。何を笑ってるんですか？客観的な評価だって言いましたよね。別に褒めてなんかいません。褒めていませんから。とにかく引き続き星を観測してみます。旅人、これからもよろしくお願いしますよ。